2021年ベストバイ、今年買ってよかったものランキングベスト5! イエーイ。はい、どうもこんにちは、翔平です。ということで、今年ももう年末ですね。毎年やっているこの企画でございますが、もう3回目ぐらいですかね。やっていきたいと思います。皆さん今年1年どんなものを買いましたか？結構僕もね、1年通していろんなものを紹介してきましたけども、今年もランキング作ってきました。で、今回はですね、割とリーズナブルなものが多かったです。結構皆さんと親しみのあるというか、結構お値段的にも買い求めやすいものを今年はランキング入りしたかなっていう感じでございました。ということで早速発表していきたいと思います。はい、ということで今年買ってよかったものランキング第5位の発表していきたいと思います。この動画で今回初めて紹介します。それでは第5位はこちら、無印のワイヤレス加湿器でございます。イエーイ。はい、これはですね、ほんとつい最近買ったんですけど、めちゃくちゃ便利すぎて、ちょっとね、これ買ってからね、本当に毎日使うようになりました。これ何が面白いかというと、まあ、その加湿器ってこういろいろあると思うんですけども、これね、ワイヤレスになってて、でしかも電池とかじゃなくて充電式なんですね。これケーブルがあって、ここにこうマグネットでこうピタッとくっついて、これでこう充電されるんだけど、もちろんこの状態でもずっと使えるし、フル充電だと、2時間連続で使えるものになってます。例えばこういうね、今食卓リビングとかで普段このケーブルつけて置いといて、で寝るときね、これをこうカチッと外して、これをねそのまんま寝室の方に持ってって寝る前に使ったりとか、あとは後ろのね、編集デスク、僕の作業部屋、作業場なんですけども、あそこにこうポンって持ってったりとか、このね、ワイヤレスになることですごいね、使用頻度が上がるんですよ。なんかいちいちこうコンセントケーブルごと持ってって差し直してっていうね、あの手間がなくなるだけですごいね、機動力というかめちゃくちゃ便利になりましたね。で、これね、あとこういう感じでですね、ライトもつくんですよ。僕寝る前とかなんかはもう部屋を電気真っ暗にして、これを持ってって間接照明代わりにね使ったりとかもします。で、無印にね置いてあるこのオイル、アロマオイルですね、香りのついたオイルもこれ入れてね使うことができるので、まあ、加湿器というかディフューザーか、ディフューザーです、間違えました。まあ、ディフューザーとしてね、使うことができます。無印はねすごいいろんな香りが置いてあるのでね、めちゃくちゃおすすめです。値段もね、これ確か3000円ぐらいで買えるので、すごいね、まあ、バイト3時間分ぐらい頑張ればね買えると思うので、ぜひね、まあなんか最近乾燥が気になるとか、なんかディフューザー欲しいなっていう人はね、これこのワイヤレスのタイプね、めちゃくちゃ便利なのでおすすめです。ただちょっとね、まあ、残念な部分が一つありまして、ここの、まあ、ケーブルの部分、マグネットでこうくっつくんですけど、こうね、なんかすぐ取れやすいんですよね、なんかポロって。ここがね、こうちょっとダランするだけですぐこう取れちゃうので、なので、ね、たまに充電されてない時もあったりとかするので、ここがね、ちょっと、もうちょっとしっかりついてくれればなっていう感じでございました。っていうので、ランキング5位とさせていただきました。買ってよかったものランキング第4位の発表をしていきたいと思います。これはよく動画でも紹介しました。第4位は、こちら、バルクスさんから出ておりますプロテイン、カフェオレ風味でございます。イエーイ。このカフェオレ風味っていうカフェオレ味のプロテインってなかなか今までなかったですよね。なんかこうすっきりめのなんかベリー味とか、まあこういった味で言うと、チョコレート味とか、そういったのはいろいろあると思うんですけど、カフェオレ味っていうのがなかなかなくてですね。で、これめちゃくちゃ再現度高いんですよ。ちょっと甘めのカフェオレっていう感じで、水で割ってめちゃくちゃ美味しいんですよ。だからコーヒーで飲むと本当にカフェオレみたいな味になるので、毎朝ねコーヒー飲んでる人とかカフェオレ好きな人はね、めちゃくちゃおすすめです。で、僕今年ね、ダイエットする期間が結構多かったんですけども、ダイエット中にねこういうなんか甘いものをこう摂取できるっていうのがね、めっちゃ助かりました。はい。で、まあね、僕は今年バルクスさんのアンバサダーになってね、いろいろこう、まあ、バルクスの商品を、まあ、紹介してる感じではないですけど、昔からもう2年前ぐらいからね、個人的にこれいいですよって紹介してたんで、そんな変わりはないんですけど、プロテインはね、中身こんな感じで、本当にね、香りがね、カフェオレ、なんかカフェにいる感覚ですね。せっかくなんでこれ作り置きしたんで、ちょっと飲みたいと思います。
いつ飲んでも美味しいんですよ。じゃあいただきます。うまい、マジで美味しい。これ何回飲んでも飽きないですし、なんかバルクスのこのプロテインって毎月25日になるとめちゃくちゃ安く買えるんですよ。なので僕も未だにですね、25日まとめて6個分とか買うとさらにね、なんかめっちゃ安く買えるんですけど、まとめて6個分とか、ね、25日お得な日に買ってるのでぜひね、皆さんも25日にプロテイン買ってみてください。買って後悔はないと思うので、ぜひね、一袋でもいいから飲んでみてほしいです。めちゃくちゃ美味しい、本当に。2021年買ってよかったものランキング第3位の発表をしていきたいと思います。第3位は今ちょっとね見えてるですけど、実は第3位はこちらのパールアイテムでございます。はい。まあ、パールアイテム、こういうね、パールネックレスとかのこういうアクセサリーは、まあ、去年の夏頃から徐々にこう、流行り始めてきて、今年すごいブームになりましたよね。パールって言ったらさ、なんかこう、女性っぽいとか、あとは、お葬式とかにね、つけていくようなものなので、普段使い、ましてや男性がつけるものとのイメージは全くないと思うんですけども、いつやっぱこう流行ってみて、もう僕自身もそうなんですけど、つけてみると、めちゃくちゃ良くないですか？で、さらにこのパールって、これ僕が今持ってるもの本物のパールなんですけど、本物であっても2000円とか1000円とかすごい安く手に入るので、誰でもこうトレンドを手に入れられるっていうので、僕はすごい、ああいい、なんていい時代なんだろうなっていうので、今回第3位にさせていただきました。本当いいですよね。今すごいこう韓流スタイルだったりとかファッションもそうですけど、10年前のなんかちょっとヒゲが生えててとか、こんがり焼けててとか、ワイルドな時代と真逆の時代、こうちょっとフェミニンで色白な男性、さらっとした髪の男性がすごい流行ってるじゃないですか。それにすごく合うアイテムですよね。うん、だから時代の今のこの流行とすごく合ってるアイテムとして、まあ、パールが流行ってるっていうのもあると思うんですけど、すごいね、いっぱい僕はいっぱい買っちゃいました。ブレスレットでしょ、でネックレスでしょ、で今つけてるピアスもこれパールだし、あとはこういったピアスのこのフープにパールがついている、こういったアイテムもあります。よくパールどこで買ってるんですかっていう質問いただくんですけども、僕がよく行ってるキワ製作所っていう、原宿とか新宿とかにもあるパーツ屋さん、アクセサリーのパーツ屋さんがあるんですけども、まあ、そこでもすっごい安く売ってますし、こう自分好みにこうやってね、カスタムすることもできるし、ネットとかでも本当にもう数百円とかで売ってたりするので、本当にね、どこでも今売ってるので、もうちゃんとこのパールが本物だったらどこでもいいかなとは思います。はい。でね、ネックレスとかもよく見ると一個一個ね、この粒の形が違くてちょっといびつなものもあったりするんですけども、これもね、逆にいいですよね、味があって、まあ、本物のね、こういう天然のものの形なので、はい。まあいつまででしょうね、パールブームも。まあ来年いっぱいぐらいかなとは僕は思ってるんですけども、まあ流行ってるし、安く誰でも手に入れやすいものだからこそ、今ね、やるべきファッションなんじゃないかなっていうので、今年の2021年の僕の買ってよかったものランキングに、ランクインさせていただきました。はい。ということで、2021年買ってよかったものランキング第2位の発表をしていきたいと思います。もうここからはですね、僕の、なんか価値観だったり、生活がすごい劇的に変わったなっていうものをランクインさせていただきました。第2位は、はい。こちら、私の、セットアップコレクションでございます。イエーイ。はい、見てください、このセットアップの量、1、2、3、4、5、今年だけで5着も買いましたね。はい。この中でもですね、まあ皆さんにこの2つの色かな、よくインスタでも衣装としてね載せてるんですけども、まあ、こういったセットアップになっております。このなんでセットアップを今年ランクインしたかっていうと、やっぱセットアップってこのセットで売られてるじゃないですか。でサイズが合えば誰でもおしゃれに着れるんですよ。
だから上と下どういう組み合わせでどういうシルエットがいいかなっていろいろ考えるじゃないですか、服を選ぶときって。でそういった悩む必要もないですし、もうこのまま売られてるので、それをこう買ってきちゃえば、まあ、セットアップトレンドでもありますし、簡単に上下合わせられるし、すごい画期的なアイテムだなっていうので、すんごいヘビロテしましたね。なんか仕事とかインタビューとか外部の仕事あるとき、ことあるごとにこのセットアップを買いました。でこれもどこで買ってるんですかってよく聞かれるんですけど、僕はねインスタグラムで流れてきた広告のブランドを買ってるの で最近買って特に気に入ってるのがこのザラのセットアップ で僕今年グリーンとゴールド、グリーンとゴールドの組み合わせがすごい自分の中でブームで、このねなんかグリーンの何この絶妙な色合い、あんま主張しすぎないナチュラルな感じのこのグリーンがねすごい好きで、ちょっとオーバーに着るのが好きで大きめに買いました。値段もねそんな高くないですね。上下セットで2万円いかないぐらいかな。うん、動画でもあんま見せてないんですけど、こういうね真っ白いジャケットとかもたりとかしましたね。まだね来年も全然着れると思うので、ぜひねこういったなんかフォーマルな服装をやったことないっていう人、セットアップで売られてるものであれば誰でもおしゃれにファッション楽しめると思うので、それプラスさっき紹介したこのねパールとの組み合わせめちゃくちゃ相性いいと思うので、この3位と2位のセットアップとパール、ぜひね組み合わせて着てみてはいかがでしょうか。セットアップ敷居高くて最初の一歩踏み出すのがね勇気がいる人もいると思うんですけども、一回着てみたらねハマると思うので、ぜひおすすめでございます。はい、ということで、駆け足で紹介していきましたが、栄えある第1位の発表をしていきたいと思います。実はこの1位、今日この動画でずっとこの画面に映っておりました。何でしょうか。それでは発表していきたいと思います。第1位はこちらの椅子、コンテッサセコンダでございます。はい、この椅子でございます。見てください、このなんかすごいメカニックなフォルムしたこの椅子ですね。まあ、僕の編集の椅子なんですけども、以前動画でも紹介したんですけども、お値段ですね20万円しております。はい、なんだけどこの椅子を買ってから編集中の疲れだったり作業効率っていうのがねめちゃくちゃ改善されまして、今まではもうさっきからねずっと座ってたこの椅子、この本当に普通のこの椅子で編集してたんですけど、もうねもう動画1本終わる頃にはもう腰が砕けそうになるんですよね。すごいね動画編集疲れるようになっちゃって大変だったんですけど、やっぱねこの高いだけあってねすごいんですよ。でね不運にも初期不良に当たってしまって1回ねこのチェア変えてるんですけども、いろいろこうカスタムできるんですよ。この素材とかここのハンガー部分つけるとか、ここのフレームのこのシルバーの素材とか色とかいろいろこうカスタムできて、で僕って言ったらね青と白のあの空間あるじゃないですか、あれにこう合うこういう編集の椅子が欲しいなっていうのはなかなかこう探してもなくて、ゲーミングチェアとか世界観ぶっ壊れるので、なのでいろいろこう家具屋さん回った結果、やっぱ瀬戸康史さんもねこれをよく座って動画作ってたので、瀬戸さん大好きなので、まあ、同じの欲しいなっていうので、椅子に20万、ちょっとゲーミングチェアの4万とか5万ですら躊躇してたんですけど、まあ一生ものの買い物だと思って買っちゃいました。で何が今年良かったかっていうと、この夏ですね、やっぱゲーミングチェア使ってる人は革製品だからすごい蒸れて、まあ、サワヤンゲームズのサワさんとかなんかもうここ滝状態、滝ができるって言ってたぐらいすごいやっぱ蒸れるんですって。で僕もすごい暑がりで背汗半端ない人間なんですけど、これメッシュ素材で今もこう動画で見えて透けて見えると思うんですけども、そのおかげで全然ね夏場でも暑くなくすごい快適にね作業できたので、やっぱこのメッシュ素材のおかげなのかなっていうのが一つと、あとほんとねめっちゃ細かくこう調整できるんですよ。なんか僕もね最近使っててあここも調整できるんだっていうの新しい発見があるぐらい、ほんとね事細かくいろんな部分が調整できてすごいね椅子って大事なんだなって思いました。昔僕が学生の時にヒカキンさんが椅子に20万だっけ、20万の椅子みたいな動画作ってて、椅子に20万とかありえねえだろうとか思ってたんですけど、
今なら気持ちがわかります。これがあることで僕は動画終わった後でも筋トレ行けるぐらいの疲れを軽減することもできたし、編集作業からの何かするっていう時にやっぱねこれを買って体力アップしたみたいな感じになりました。コンテッサセコンダのこちらの椅子第1位とさせていただきました。はい、ということで、今年のランキングいかがだったでしょうか。毎年ランキング作ってるんですけども、結構その年によってお気に入りのもの変わってきてるので、また来年自分がどんなもの買うんだろうっていうのがすごい気になりますね。ぜひ皆さんの今年買ってよかったもの、ベスト1位とかでもいいので、ぜひコメントで教えてください。これ買った方が絶対おすすめですみたいなのね、みんなでシェアできればと思いますので、ぜひ皆さんのベストをコメントで教えていただければと思います。ということでこの動画面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。